ヘルマンの上から。大変お待たせいたしました。本日は新京成バスご利用いただきまして誠にありがとうございます。本日の担当乗務員は中島でございます。どうぞよろしくお願いいたします。反対ことでシートベルトの着用をお願いいたします。乗車ありがとうございます。一日車掌の星野みちるです。ありがとうございます。そして運転
松戸神経線バス松戸営業所の中島明です。イエーイ、ありがとうございます。安全運転に努めてまいりますが、事故防止のため急ブレーキをかける場合がございます。走行中はシートベルトの装着をお願いいたします。これより外環松戸インター京葉道路を経由いたしまして、星野みちるライブ会場まで皆様をご案内してまいります。さて本日この運行は9月20日のバスの日を記念して、一般社団法人千葉県バス協会の講演をいただいております。先ほど流れました車内放送は今日が初めての放送です。会場到着直前にも流れますので、皆さんお楽しみにしていてください。それではここから少しの時間ではありますけども、皆さんと一緒に会場までバスの旅やりたい行きたいと思います。今日はですね、このイベントが開催されたのもこの千葉県バス協会の皆様と、あと松戸神経線バスの皆様のおかげです。本当にみんな感謝するように。私も精一杯、もうね、いろんなことを、なんか今日朝早起きしたので、まだお昼の12時過ぎだっていうことにまだ気づいていなくて、皆さんお腹は空きましたか？ああ、いいですね。なんとライブ会場にはですね、ユッケを用意しておりますので、皆さんお腹ペコペコで会場まで乗られましょう。あと今日ですね、皆様に、参加してくださった皆様に、先ほどみんなで撮影した集合写真、それを今日のための松戸神経線バスのオリジナルフォトフレームに、皆様に1人1枚ずつプレゼントいたします。そして私がデザインしたバスのバスタオルを1人1枚プレゼントいたしますので、皆様持って帰ってくださいね。そしてThank you.
お疲れ様です。え、よく寝てました。寝てないよ、全然。全然楽しいです。お菓子食べてましたよ。さあ、もうみんな元気いっぱいに、こっからはあとはライブしかないので、もうみんなで盛り上がって最後まで楽しい思い出作りましょう。ぜひぜひ皆さんゲットしてください。ということで、本当にもうすぐ着きます。ということで、お疲れ様でした。終わりましょう。